はい、はい、どうも、うちのチャンネルが、はい、エジプトドバイ TV かな、はいはい、に変更になって、はい、で今回はエジプト会ということで、はい、でめちゃくちゃ久しぶりですよねそうだね、久しぶりのエジプト、はい、で、まあ、うちの今お気に入りのレストラン、はい、ピラミッドラウンジは今背景にピラミッドが見えてるんですけど、はいすごすぎて飛んでますけど、そうで今絶賛砂嵐中で、はい、このアウトサイド外の席が今フローズになってるの、はい、砂だらけで、みんな中でご飯を食べてるんだけど、はい、中だとその 絵的にこういう綺麗なピラミッドにならないから、はい、今そのフローズになってる外の席で、はい、砂嵐の中、はい、動画を回してるという状況です、はい、ガリガリですよ顔がいやー本当だからちょっと音声がちょっと心配なんだけど、はい、多分風の音がちょっとこう入ってるのは、はい、まあもう絶対砂嵐中の中、はい、撮影してますよっていう、はい、体張ってますよっていう風に見ていただけたらっていうところなんですけど、はい、まあ、今うちがこうドバイの YouTube、まあ、ドバイの動画とかをも今入れるようになってきたじゃん、はい、まあ、そんな、なんでドバイを入れるようになってきたのっていう話なんだけど、はい、そのなんていうかな、ドバイとエジプトって似てるんだよね、はい、で今後もアラビア語だし、はい、でなんだっけ、宗教もイスラムだし、はい、まあ、人口はね全然違うけどね、はい、イスラ、エジプトは1億いて、はい、ドバイはもう300万人とかぐらいでしょ、でしかもそのほとんどが外国人だから、はい、全然そこは違うんだけど、この街の成り立ちは似てるんだよ、はい、で、20年前のドバイって、まあ、本当に何もなかったの、まあ、砂漠で、で当時ドバイ政府はね、はい、石油依存から脱却するっていうので、はい、これから外国人をたくさん受け入れていくって、でそこに不動産作ってて、で当時の投資家からしてみたら、いや砂漠の町に不動産作ったからって外国人来ねえよって思ってたんだよね、はい、じゃあ最初みんな半信半疑だったんだ、そう、じゃあ20年経ってどうなりましたかっていう話じゃん、はい、でここに投資家からしてみたらリスクとリターンがあるんだけど、いわゆるその20年前何もなかった砂漠の時って投資家からしてみたらやっぱ半信半疑だったわけ、はい、で不動産は作ってるけど本当に完成するのって、はい、だから完成しないかもしれないよねっていうリスクもあったし、だからリスクレベルで言ったらめちゃめちゃ高かったわけ、はい、でも当然今ドバイでああいう風になってるから、はい、当然不動産でも上がったじゃん、やっぱ20年前に比べたらもう10倍以上とかなってんだよ、はい、だから20年前の今ドバイの不動産を買ってたらめちゃめちゃリスキーではあるけどリターンも高かったよねっていうことなんだよね、だからその街のイメージができなかったわけ、はい、本当に不動産完成するのかとか本当に人が来るのかっていう、はい、でじゃあ今のドバイの不動産ってまあめちゃめちゃ高いじゃん、はい、で例えばじゃあもう出来上がってる不動産買うと何て言うんだろう、不動産が完成しないかもっていうリスクはないし、もうすでに人がいるからさ、外国人が来ないかもっていう心配もしなくていいじゃん、でもじゃあ期待できるリターンはどうかっていうと、ここからさらに10倍20倍になるかっていうとそうではないじゃん、だからリスクは低いけど期待できるリターンも低いですよっていう話なんだよね、うん、だからここを投資家としてどう捉えていくかっていうことだと思うんだよ、だからリスクが高いことが全部ダメなわけなんじゃなくて、そのリスクが高いものでも期待できるリターンが高いで、じゃあそのリスクが許容できるっていうんであればありですよねっていうことなんだよね、でじゃあ今のエジプトって本当にまさに20年前のドバイと同じなの、もう投資家からしてみたら半信半疑なわけ、大丈夫本当に入居ホテルできるのとか、結構言われます、うん、はい、とか実際本当に物件の完成ってするのとか、はい、まあ、いろんなリスクが投資家からしてみたら存在をするわけ、はい、でもだからこそ不動産の値段って安いですよねっていう話じゃん、ね、だって普通にニューキャピタルの一番いい立地で1000万以下とかの不動産もあるわけだよ、はい、700万そう700万とか800万とかで、ランボルギンレジデンスとかで家具も全部ランボルギンですみたいな不動産でも2000万しなかったりとかするわけじゃん、まあ、ありえないよね、でそれはやっぱりリスクが高いからっていうことなんだけど、じゃあこれがドバイのように20年後すごく街が完成されてきたら今
買ってる不動産ってどうなりますかって、はい、おそらく10倍とか20倍とかになる可能性は全然ありえますよねっていうことじゃん。だって1000万の不動産が10倍になったら1億じゃん、はい、でもドバイの不動産もそれくらいなわけだから、はい、全然その可能性ってあるよねっていうことだと思うんだよね、はい、そういう意味ではドバイを今やってるのはそのエジプトの20年後がドバイにやっぱ似てるとは思うんだよね。だからその比較をしやすいから、はい、そこのドバイの映像とエジプトの映像を見てもらって比べてもらったら投資家としてもイメージがしやすいんじゃないかなっていうので今こういった形にしてるっていうところだよね。砂漠に一から作ってるところも似てますよね。そうで、あとね、出来上がる建物も似てるんだよ。例えばさ、はい、ドバイでさ世界一の高層ビルのブルジャ、ハリファってあるじゃん、はい、であれを超える高さ 1000m の高層ビルがエジプトのニューキャプターにはできてくるし、はい、で世界一のショッピングモールって言われているドバイモールが、まあ、ドバイにあるわけだけど、はい、一番大きいんですよね今現在。そうでもそれを超えるメガモールっていうのがエジプトの中にできてくるし、はい、であとは、ドバイでブルーウォーターズっていうエリアには観覧車が大きなものがあるけど、はい、まあ、やっぱあれを超える世界一の観覧車がエジプトのエンターテインメント地区にはできてくるし、はい、あとはいろんなテーマパークだね、それもやっぱりエジプトのニューキャプターにはできてくるんだよ、はい、しかも区画でもテーマパークエリアができるんですね。そうテーマパークがたくさん入ったエリア、そうエンターテインメント地区っていうね、はい、だからそのエジプト政府が今作ろうとしている街って、はい、結構ドバイと似てるし、うん、でもドバイ以上のものを作ろうともしてるよね。土地の面積とかその人口を考えると結構そのドバイの何倍もの規模になる感じで、あとね、それをやっぱり一番、はい、イメージがしやすいのって、だから日本人からするとそういう経験がないからイメージがしにくいんだけど、はい、エジプトよりも先行してる国、まあだから UAE とか、まあドバイだね、ドバイの UAE とか、あとはカタールとか、サウジアラビアとか、あの辺は街の形がドバイよりも、エジプトよりも先行してるから、だから自分たちがこういう風にできたっていうことは、後から来るエジプトもこうなるよねっていうのをイメージしやすいんだよ。だから国単位で言うと今のニューキャピタルに一番投資してるのってこのカタール、サウジアラビア、UAE なんだよ。そういえば彼らからすると自分たちができたからそれはエジプトもできるよっていうイメージなんだよね。個人の投資家さんもそうですけどデベロッパーとかもかなり中東のデベロッパー入ってますよ。来てる来てる。だからエジプト、ドバイですごく有名な開発会社で言うとエマールさんってあるけど、はい、実はエマールさんもエジプトで開発 してるからね、はい、だからすごくこのリスクがあるのは事実、だから不動産が完成しないかもっていう開発会社は、まあ、いっぱいいるからね、開発会社もピンキリだし、それはいるのは事実だけど、だけどその一方で期待できるリターンが高いことも事実だから、そういった意味でこのドバイとエジプトを比較してもらってそれぞれの映像を見てもらうとよりこのエジプトの投資っていうのはしやすくなるかなと思って今この形にしてますっていうことですね、はい、なんでそんな感じでこれからも比較した映像をどんどん出していきたいと思いますので、はいはい、チャンネル登録といいねをよろしくお願いします。